バナヤン自動車工場はフィンランドのハメエンリンナを拠点とする貨物自動車メーカー。1943年、フィンランド政府と多数のフィンランド企業によってフィンランド国防軍向けのトラックやバスの製造を目的としたウユフ提ス株式会社として設立される。量産を開始する前に第二次世界大戦が終結したことによりバナヤン自動車工場に社名を変更し、 ブランド名としてバナヤが採用されている。製造は主に旧式の軍用トラックからなり、その一部には軍事用の材料が転用されている。初期に多発した数多くの問題を改善し、製品の近代化を行い、利益を上げたことで1950年代半ばまで順調に拡大している。エンジンを含む数多くのコンポーネントは輸入に頼っており、 ディーゼルエンジンは1955年に広く一般的に利用できるようになったことにより採用が行われている。1959年にバットの革新的技術となるフルロードリフティングタンデムアクスルを導入。このシステムは今日シスオートが製造する車両で使用されている。1950年にはバスシャーシの製造を開始し、車体は複数のコーチビルダーの手によって製造が 行われている。最終モデルは、その後、多くのバス事業者から高く評価されたが、製造が中止された際には特に関心が寄せられたわけではなかった。また、それまで使用されていた、油圧式ブレーキの故障が原因となった、フィンランド史上最悪となる、バス事故が発生したことにより、以降、空気式ブレーキに変更が行われている。 バットは1960年代の終わりまでに財政難に陥り、大型自動車メーカーであったフィンランド自動車工業、及び車両の車軸製造を行うシスアクスルは、ソビエト軍による空襲を受ける可能性を考慮し、それまで工場があったヘルシンキよりも空襲の可能性が低いであろうカリスに新工場を建設。サットの GM であったトーアネスリングは、当初の計画よりも、 工場の拡大を提案。また、もう一つの選択肢として、ネスリングは空襲の影響を最小限に抑えるため各地に工場を分散する計画を検討している。サットは大型車の製造経験はあったが、フィンランド国内の経済的及び技術的なリソースは限られていた。大型車の輸入業者や一部の政治派閥は、サットが戦争の恩恵を受け、フィンランド市場で 支配的な地位を確立しようとしているのではないかと推察している。ウユフテーシスで製造された S-22 カール・ワルゲン国防省は1943年3月3日と4日に開催された会議に電話をかけ深刻な車両不足の解決策を模索している。会議には政府と軍指導部の代表及びフィンランドの主要な工業メーカーの責任者が出席している。 そこで、サットと,と国の両方が関与する会社設立を提案する委員会が発足している。この提案は3月20日に行われた政府会議の場で発表が行われ、企業名はシスと相互関係という造語である、ウユ不定シスであった。これはシス社の共同生産を意図した意味も含まれており、本社はヘルシンキのエロッタヤに置かれた。 ウイーフ提出の GM には、サットの GM であったネスリングが起用されているが、この提案には消極的であった。国防軍は製造される車両に厳しい要件を、かしたが、新型を開発している、時間的余裕はなく、旧式ではあったものの最良な選択として、選ばれたのがすでに室で製造が行われていた、大型トラック、シス S-21 の増産案であった。サットは、 シス S-21 を大型トラックの製造を、ウユフテイシス2乗とすることに合意。ウユフテイシス製のモデルは S-22 と名付けられている。ウユフテイシス工場内会社が設立された直後、ヘルシンキのバリラにあるサット工場で製造が開始される。ウユフテイシスの車両はサット車両とは別に製造が行われている。ヘルシンキから離れ車両を製造を行うべきであるのは、 当初から明白であり、同社は鉄道、道路、水路の接続に適切な候補地選びを開始している。当初のアイデアは岩盤に掘られた洞窟内部に工場を建設するものであった。バンカーに最適な候補地がン面林なのとなり町であるバナハで発見され、ウユフ提出は1944年3月14日に31.1ヘクタールの土地を購入。 鉄道管理局は、この地域で鉄道路線を構築し接続させる有 f 提出の建設計画案の受け入れを行っている。バンカーに向けた掘削作作業は1944年7月に開始。しかし、費用と時間の不足により、計画を修正する必要に迫られており、最終的にすべての製造区画が地上に建設されている。 工場は1944年11月初旬に落成。アルバー,アールとは工場労働者のための宿舎の設計を行っている。1945年8月1日、バナハで作られた最初のトラックはシスエス -22 の試作車であった。短時間で集中的に行われたテスト期間の後、1945年10月29日に量産化が開始されているが、 資材や部品が不足していた上に、品質に問題が発生したため、1946年の初めまで出荷できない状態であった。国内サプライヤーの生産能力は非常に限られており、国内企業が独自生産ができるようになるまで、ギアボックス、ステアリング関係、ドライブシャフト、電気システムなどすべて輸入に依存している。フィンランド国内のサプライヤーは、 入手可能な材料で必要とされた品質要件を満たすことができず、深刻な品質問題に直面している。1946年のシスエスマイナス22の総生産台数はわずか147台であり、目標の2000台をはるかに下回っている状況であった。コスト面でも当初計算した1両あたりの価格は76万5000マークであったが、 最終的に80万マークにまで高騰している。量産化が行われる前に戦争は終わり、結果として国防軍は車両が必要なくなっており、逆にモスクワ急戦協定によって国防軍は車両台数を減らす必要に迫られている。この理由から不満を抱えた多くのサプライヤーが事業を中止しており、1946年末に貿易産業省は 車両供給契約の打ち切りを発表。1946年初頭、右不定スは国が購入しなかった場合、その余剰車両の民間市場での販売に関し、通商産業省との間に合意を取り交わしており、シスウェス -22S はフィンランド国内にある12のサットディーラーで販売が行われている。 1946年5月に開催されたヘルシンキ国内産業見本市では軽量で低コストモデルとなる後継車用 S-22K を発表している。会社を閉鎖する話が持ち上がったことも重なり、ネスリングは1947年2月にウユフ提出を辞任。公認にエーロキュトラが就任している。ウユフ提出は1947年一部前年に 製造された車両を含め、合計103台の S-22 を販売し、55台のトラックが同社によって製造されている。ウユフ提スの株式資本は7500万マークから750万マークまで減少していたが、フィンランド政府が株式を購入し44%を所有する筆頭株主となったため、5000万マークにまで再び増加している。 結果的にウ右フ停スは1947年に200万マークを失っている。ウ右フ停スは1948年の夏までシスブランドを使用する権利を保有。このため1948年に開催された総会で理事会は会社名をバナヤン自動車工場に変更することを決定し、車両ブランドもバナヤン変更。同じ年の初め工場は バナハからハメエンリンナへと移設が行われている。1948年6月、シスブランドの使用ライセンス契約は期限切れとなり、シス S-22 の製造はベナジャ V-48 として継続され、1955年まで製造が行われている。ホワイト製 M にハーフイコールトラツクであるバナヤバは新 GM であるキュトラは、 1947年と1948年の、初めにフランスと西ドイツを訪れ、西側同盟諸国から、軍用の余剰車両を購入。ホワイトモーターカンパニー製の M2 ハーフイコールトラック425台、トラック用、エンジン186機、キャデラック製の V8 エンジン304機、マック製のマック d 4ディーゼルエンジン4機、ヘラクレスディーゼル製のダフックスエンジン2機、 一万千台分の GMC 製造のホイール45トン積みの重トレーラー一台を購入。これらは供給省を通じ輸入され、1948年3月に第一陣となる貨物が到着している。キュトラはこの購入した車両を森林開拓向けとして四輪駆動のまま車体を構築し販売するか、四輪駆動方式を従来の後輪駆動方式に変換し、 一般用途向けトラックとして販売するか試案している。バットはハーフイコールトラック状態のまま359台を販売し、60台が 4X4 または4 x に駆動への変換が行われている。これらのトラックはベナジャバワとして販売が行われており、1952年に完売。また一部車両は部品取りとして利用された後に廃棄処分となっている。 政府との最初の契約が終了した後、1948年から1952年の間に納入が予定される650台の車両製造に関する合意文書に署名。また、政府は貸付金1億3200万マークを前払いし、企業支援を行っている。契約によれば1948年に150台の車両が製造される予定であった。 バットはこの目標を達成、さらに11台の自家用車の製造も行っている。1949年、バットは政府向けに150台、民間向けに37台の車両を製造。フィンランドマルッカの切り下げもあり、最終的に1208億マークの利益を計上している。1950年に大型自動車市場でのバットの位置づけが強化され、バスシャーシの製造を開始。 同じ年、バットは新製品となる VK シリーズを発表。しかし、3ヶ月間のストライキによって製造は中断され、その結果、その年に予定されていた150台の国産車両の出荷は翌年へと延期が行われている。順調ではなかったにもかかわらず、バットは2億マークの利益計上を行っている。1950年代初頭に売上高と利益は、 前年秘蔵となっている。政府からの借入金は1952年に完済。その後しばらくはイタリアの機械製造メーカーであるアンサルドが製造した農業用トラクターの輸入販売を行っている。このタイプの車両に対する需要はあったものの価格が品質と一致していないとみなされ販売は低調であり、1953年に数台が納車されただけであった。 販売の進展に監視課題評価が行われている。1956年に525台のバナや車両が販売され、1957年3月には年間販売数が約400台に達すると予想。この予想からバットは約200人の労働者を追加で雇用し、勤務体系も週4日労働に変更が行われている。しかしながら、海外から ディーゼルエンジンを入手するのが困難となっており、30台以上の車両がエンジンの搭載待ちとなっており、この状況は政府の輸入許可完了の責任であると批判している。1950年、フィンランド政府は他の選択肢を一切無視し、高値であるとされたバナヤのみを購入したことで国民から批判を浴びている。政府は650台の車両を注文し、 契約が数年にわたり広がっていたため、長い期間、政府による車両購入に結びついているとの指摘が上がっている。1954年には、バットとサットの双方が他の自動車輸入業者から避難されている。これは、日社が部品供給のために限られた外貨準備の大半を使用することができたことによる。輸入業者の代表はシスト。 バナやどちらの製品も完全な国産品ではなく一部組み立て作業をフィンランド国内で行っている他の輸入業者の方がより国内的であるのではないかと陳述している自動車輸入業者協会によれば国産車は輸入車と比較して30%から80%ほど高いことが明らかになっている翌年政府は大型車をある程度完成車の形で輸入する 可能性の検討を開始し、外貨支出の削減を行っている。また、バットとサットは、そのような製造の実行可能性について、疑問を呈している。1957年、政府は、大型車用車足の輸入制限を撤廃。輸入車の価格は、シスとバナヤの販売価格に近づく結果となっている。サットとタンペラによって製造された、バナハガソリンエンジンは、 ライセンス生産下で製造された古いアメリカ製のエンジンであった。顧客はより強力なディーゼルエンジンを求めており、最初のディーゼルモデルはケンパーとザウラーのエンジンの採用を行っている。バットはズードベルケノにストロークディーゼルエンジンのテストも行っているが、製造されたのは試作車1台のみであった。当時ディーゼルエンジンの輸入許可を取得するのは困難であり、 これが要因となり、自動車販売は伸び悩んでいる。中には購入者が独自で輸入したボルボやメルセデスベンツ製のディーゼルエンジンを自ら提供し、組み立てラインで注文した車両に取り付けが行われていた。1955年、バットは直列6機筒90馬力のレーランド製0.350ディーゼルエンジン2機の購入を行っている。しかし、 このエンジンは非効率的であることが判明し、翌年、バットは、バンドーン S オータマビールファブリック NV によって、オランダで製造されたより、強力なレーランド300型エンジンの発注を行っている。1956年、バットはアンサルド及び、ケンパーを買収。アンサルドでは、海洋及び、産業用と向けの 100HP から 8000HP のエンジンを提供している。 ケンパー製品は 14HP から 150HP の間で提供が行われている。直列6気筒 130HP のケンパー、製エンジンがバナヤ社のオプションとして採用が行われている。バナヤリフティングタンデムシステムバナヤの代名詞となる技術、電気式油圧システムバナヤリフティングタンデムシステムは1957年1月に初導入されている。この新技術は 車両のトラクションを改善し、特に滑りやすい路面で効果を発揮した。革新的なリフティングイコールタンデムは、同社のチーフエンジニアであるベーコムロネンのリーダーシップの下に開発が行われた。バナヤは、フィンランドの伐採者市場でのリーダーとなり、解散するまでこの地位が揺らぐことはなかった。林業では、ぬかるみにはまるのを防止するため、 駆動する前後軸の間に設置圧を下げるため、中間軸を設ける442と呼ばれる、タンデムアクスル式のレイアウトが、フィンランドなど、北欧地域では、標準となっている。上部に空気取り入れ口が設けられた、バットマイナス4800バスシャーシの製造は1950年に、開始された。バットは1956年にリアエンジンバスの、試作車を製造。 同社は2つのプロトタイプのシャーシを製作し、バットマイナス4800と命名している。車体は2社のコーチビルダーよって製作が行われている。エンジンの冷却に関する問題と暖房に、使用するための暖気を車体前方にまで伝達させる方法などいくつかの技術的問題に直面している。冷却に関しては、屋根の後部に、 大きな空気取り入れ口を設けることによって、外観上、好ましくない処置ではあったが、冷却問題は解決された。その後、バットは、バット -5200 と呼ばれる、新技術を取り入れた新型リアエンジンシャーシ10台を製造している。1958年までに、すべてのバットバスシャーシにエアブレーキが装備されている。その後、エアブレーキはトラックにも採用が行われている。 この技術はフィンランド国内で発生したバス事故の影響によるものであった。バナヤで製造された比較的新型のバスがコンネベ市にあるフェリー乗り場の停止バーを突き破り、水深4メートルの川底に転落し水没した。この事故により乗客15名が溺死しており、運転手は奇跡的に救助されている。運転手はブレーキが故障したと証言しており、 自己調査の結果、ブレーキのシーリングに欠陥があったことが判明している。バットは1958年4月に初となるミッドエンジン式のバスシャーシを開発し、コーチビルダーに納入している。これは164馬力の水平対向式の AEC ディーゼルエンジンを搭載していた。1960年にはバットはエアサスペンションとデュアルサーキットエアブレーキを備えた。 VLK500 を発売。バットは1966から67年にリアエンジン式のバス製造に戻っているが、売上高はミッドエンジンモデルとフロントエンジンモデルのレベルには及んでいない。会社は製造に関し多くの実験を行っており、一例としてフレームレス構造のバスを開発しており、ビームがより軽量なものへと置き換えられている。1964年、 バットは、より強力なパートナーを求めた結果、スカニアとの交渉に入っており、バナヤ車にスカニアエンジンを搭載することを計画。しかし、その計画は小規模な車両メーカーであったバットには、金額的負担は重く、交渉はまとまらずに終わっている。この結果を受けバットの株主は、サットとの統合に関する話を始めており、その後、バットの会長は、サットの GM であったね。 スリングと定期的に会合を行っている。1967年、スカニアはバットへの関心を再度表明し、ドイツの商用車メーカーであるドイツ AG もバットとの協力、またはバットの買収に関心を示している。筆頭株主である45%の株式を持つフィンランド政府は1967年12月にネスリングへ合併を提案。 バットの財政状況から存続が不可能であった。1968年の終わり、両者は合併に署名し、フィンランド政府はサットの17.2%を所有し3番目となる大株主となっている。パトリアム部装甲兵員輸送車合併に対する顧客の反応は様々であったが、大多数の国民は限られた市場で大規模な 自動車メーカーとなるには2社の合併は必要であったと理解を示している。1960年代にターミナルトラクターの製造を開始、革新的なデザインもあり、世界的に有名となった。1971年と1981年には路面電車用台車を製造。1985年、同社は車軸の製造をヘルシンキからハメン面輪など、 新工場に移設。1995年にシスワクスルとして独立。フィンランド政府は1996年に親会社から分離させ、名前をパトリアビリクルズに変更。現在はパトリアアームブ走行兵員輸送車の製造を行っている。ありがとうございます。